ピエル・ルイジ・マルティニ、ピエル・ルイジ・マルティニ、ピーター・ルイージ・マーティニ、1961年4月23日イは、イタリア出身のレーシングドライバーで、元会一ドライバー。フジテレビの中継における表記は、ピエロ・ルイジ・マルティニ。フォーミュラ・フィアット・アバルトでチャンピオンを獲得した後、1981年からは、イタリア会三にステップアップ。1983年に、 ヨーロッパ外産でチャンピオンを獲得した。1984年には、おじのジャンカルロ・マルティニの友人であるジャンカルロ・ミナルディのチーム、ミナルディと契約し、会2に参戦した。1984年には、第14戦イタリア GP にて、アイルトン・セナの契約トラブルによる、出場停止及びジョニー・ジェコットの負傷で会いたシートの、穴埋めに通るマンから、会1にスポット参戦する。 この時は予選普通化に終わっている。翌1985年1カー体制で、会1に参入することとなった新チーム、ミナルディからレギュラー参戦を果たす。会 2F3 でもミナルディのステアリングを握った経験を持つマルティニである。会1では実質ルーキーであり、またチームも参戦初年度ということもあって、全く手探りの状態でシーズンは進んだ。結局、 競争力、信頼性どちらもが欠けた未熟なマシンでのデビューウズンは、完走3回という結果に終わる。翌1986年、チームは資金に厳しいこともあって、マールボロの強力な資金力をバックに持つアンドレアで、チェザリストを、持参金付きドライバーを起用。これにより、会1シートを失ったマルティには、しばらく国際会3000に、活動の場を移す。 1988年、マルティには、第6戦でトロイト GP より、エイドリアン・カンポスに代わり、ミナルディのレギュラーシートを得た。復帰初戦ながら、完走9代となった決勝で6位に入賞し、自身、チームにとっての初入賞を記録した。翌1989年は久々に開幕から、レギュラー3戦、第8戦、イギリス GP では5位に入り、 このレース6位となったチームメイトのルイス・ペレス・サラと共にダブル入賞を果たした。このレースは入賞しなければチームが予備予選組に回されるという瀬戸際の状態であり、土壇場でのダブル入賞にピットはまるで優勝したかのような騒ぎだったという。終盤には予選でも速さを見せ、特に最終戦のオーストラリア GP では予選3位につけている。決勝でも6位に入賞。 この年は回数に限ればマルティニのベスト記録となる計3度の入賞を経験した。1990年は開幕のアメリカ GP で予選2位に入り、自身とチームにとって初のフロントローを獲得したミナルディのマシンがフロントローに並んだのは後にも先にもこれ一度きり。ただし、この年は予選で速さを見せるもののリタイアも多く。 三年ぶりにノーポイントとなった。1991年はチームが当時本家からは門外不出と思われていたフェラーリエンジンを搭載。サバイバルレースとなった第3戦三マリの GP では自身チームにとって最高位となる4位に勝。終盤の第13戦ポルトガル GP でも再度4位に食い込んでいる。第15戦日本 GP では 予選でこの年、ベストとなる7番グリッドを獲得。チームメイトのジャンニ・モルビデリも8番手グリッドにつけ、4強の一角でありこの年一勝も記録していた、ベネトンを2人揃って上回った。決勝でも、マルティニは終盤まで5位を走行していた。この年、計6ポイントを獲得し、自身最高となる、ランク11位となり、コンストラクターズ部門でも、チーム最高となる。 ランキング7位を記録している。翌1992年はスクーデリアイタリアに移籍。1984年のスポット参戦を除けば、唯一、ミナルディ以外のチームから参戦した年となった。この年は前半戦に2度の入賞を見せたが、翌年のシートは失ってしまう。1993年は、再び会一浪人となった、マルティニだったが、シーズン中盤。 スポンサーマネーの関係で、ファブリッツィオ・バルバッツァが解雇され、その後釜として再びミナルディに復帰。入賞こそなかったものの、ハンガリー GP では予選7位を記録するなど何度か速さを見せ1994年のレギュラーシートをつかむこととなった。1994年は前半戦に2度の入賞を記録。1995年もミナルディに残留。 入賞こそないものの7位に2度入り、熟成に努めていた。しかしチームは、資金難であり、第9戦ドイツ GP を最後として、ペドロ・ラミーにシートを譲ることとなる。その後は、FIAGT 選手権やアムズに参戦。また、1999年には、ルマン24時間レースを制している。フジテレビで、会一実況を担当していた、古立一郎は、 マルティニが自身のキャリアのほとんどをミナルディで過ごしたことからミスターミナルディ、マルティニの容姿とチームにおける立場からプチクロストなどと呼んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。